ノースグリニッチ駅は1999年に開業したロンドン地下鉄ジュビリー線の駅である。トラベルカードゾーンは2と3に位置する。その名前にもかかわらず、歴史的に知られるノースグリニッチ地域内に当駅はない。また、1872年から1926年にあったノースグリニッチ駅とは全く違う。当駅はザオーニに隣接していて、 テムズ川のサウスバンク、グリニッジペニンサラの北端に位置する。厳密に地下鉄駅はマリタイムグリニッジよりチャールトンの方が近い。しかしそれは名前の最善な説明を与えられているが、ほとんどはグリニッジロンドン特別区の北端に位置する。ノースグリニッジはジュビリー線の最大の駅で1時間あたり約2万人の乗客に対応できる。そして、 ジュビリー線のカナリー、ワーフ駅とかニングタウン駅間で2000年にミレニアムドームで予想される大量の乗客に対応するように設計された。2番線ホーム一部列車は2番線に入線し、発車する。工事などで本線が使用不可能な場合、2番線を利用する。ノースグリニッチ駅のジュビリー線のホームは当駅のバスステーションと同じ位置に配置されている。著名な青いタイルと、 印象的なインテリア、内部のコンクリートの柱がある巨大な地下空間を建築家ウィル・オルソップによって建築された。画像は環境建設委員会のケーススタディから利用できる。ロンドン交通局ロンドン地下鉄ジュビリー線カナリー、ワーフ駅、のすぐり二ジ駅、カニングタウン駅このバスターミナルからは、ルート108,129,132,161。 188、422 18、472、47 486である。マルチ、イヤーステーションエントリーエグジットフィギュアス。ロンドンアンダーグラウンドステーションパッセンジャー,ユーセージ、データ、ロンドン交通局。2015年3月31日閲覧。ノース、グレニッジアンダーグラウンドステーション。 コミッションフォーアーキテクチャーザビルトエンバイロメント2008年3月1日、閲覧。ありがとうございます。